モハメド・アブドゥライ・モハメドは、ソマリアの外交官、政治家。現在、同国大統領を務めており、任期は2021年2月からさらに2年間延長されたが、批判に講しきれず自ら撤回した。同国首相などを歴任した。ソマリ族出身で、アメリカとソマリアの国籍を持つ。通称ファルマージョ。通称の仕様は、ソマリ族によく見られる習慣で、 ファルマージョはイタリア語のフォーマジオを意味する。この通称は彼が父譲りのチーズ好きだったことから付けられた。1962年5月5日、ソマリアのモガディシュ生まれ、ゲド地域育ち。出身氏族はダロットのマレハン。モハメドの両親は当時の与党ソマリ青年同盟の党員で、1970年代、モハメドの父は運輸省で働いていた。モハメドは ソマリアの全寮制学校で学んだ。その後はアメリカ合衆国に移住。1985年から1988年にかけてワシントン DC にあるソマリア大使館にて財務の業務を行った。その後、1989年から1993年にかけてニューヨーク州エリーグンバッファローのニューヨーク州立大学のバッファロー校において 歴史学の学士を取得。1994年、バッファローの住宅コミッショナーに選ばれ、1994年から1997年まで、勤務、財政機長を務めた。1995年から1999年、バッファロー市鉛削減プログラムの事例管理員。その後は2000年から2002年、エリー軍雇用機械均等部門の少数。 民族就職支援担当2002年からソマリアに戻るまでアメリカ合衆国運輸省の市民権管理者など人権機関にて働いた2009年に同大学で政治学の修士号を取得修士論文の題はアメリカ合衆国のソマリアへの戦略的関心冷戦時代からタイテロ戦争までその後サニーの一部であるエリーコミュニティ大学において リーダーシップスキルと紛争解決を教えている。2010年10月14日、シェイク・シャリフ・シェイク・アフマド大統領より首相に指名され、10月31日に議会に392票中、賛成 297, 反対 92, 危険3で承認された。11月12日に疎閣。閣僚を39名から18名に大幅に削減し、 前内閣からの留任は、財政長官と通商工業長官の2名だけとした。政府寄りの群末アルセンナワルジャマーに、内務長官、労働長官という重職を与えた。この内閣の議会承認にはやや時間がかかり、11月27日に343秒中、賛成251、反対92で承認された。就任後50日で、兵士に給与を支給。 また、閣僚の資産公開法の承認、政府の腐敗防止委員会設立、公務員の不必要な海外出張禁止、閣僚の旅行を首相の承認制とするなどの改革を実施。2011年6月、大統領のシェイク・シャリフ・シェイク・アフマドと、議会議長のシャリフ・ハッサン・シェイク・アデンが会談し、首相の辞任を条件に、大統領選挙を1年に延長することで合意した。 この首相辞任に関する合意に対して、首都モガディシュやガルカイヨなど各地で暴動やテロ事件が発生したが、モハメド首相自身はこの提案を受け入れ、6月11日に辞任表明し、19日に辞任。公認の首相はアブディウェリ・モハメド・あり。首相辞任後、モハメドはアメリカ合衆国運輸省に復職。2012年ソマリア大統領選挙に立候補するが、 1> 第1回投票で落選。2013年8月、米国オハイオ州のソマリア人奨学金プログラムの第4回年会で、基調講演者の一人を務めた。2017年2月8日の大統領選挙の結果、当選し、2月16日に業務を正式に引き継いだ。大統領の任期は4年のため、2021年2月8日に、 次期大統領を決める選挙を実施することになっていたが、中央政府と州との間で投票方法をめぐって対立。合意案を得るための交渉が期限直前の2021年2月5日に決裂したことにより、前日の2月7日、野党勢力は2月8日以降はモハメド大統領と認めないの見解を表明した。その後も、 選挙の実施方針について合意できず、会議会は4月12日、モハメドの大統領任期を2年間延長することを賛成149、反対1、危険3秒で承認した。しかしその直後に上院議長が任期延長は違憲と批判し、モハメドは法案を上院に送る前に任期延長法案に署名した。これにより抗議デモが発生し、 4月27日、同じく任期が延長された、モハメド・フセイン・ド・ブル首相が、任期延長反対に転じ、モハメドも28日になって、任期延長の取りやめを余儀なくされた。5月1日、会議会は4月12日に可決した、モハメドの大統領任期延長の撤回を、全会一致で承認し、2020年9月17日の合意に立ち返り、 ローブルが次期大統領選挙の準備、実施を行うことも同時に承認した。ありがとうございます。